今日は K 先輩に誕生日プレゼントのお返しの梱包をしていきたいと思います。梱包する袋を選びに行ったんですけど、これにします。赤と青があったんですけど、青の方がイメージに近いので、こっからは私写さないでやってきます。じゃあ入れてきます。ちょっと思ったより小さかったです。入るかな。1個目はこれ、50枚入りで、白いマスクしかいつもつけてないので、ちょっとなんだろう、グレーっぽいおしゃれなマスクにしました。多分つけてくれます。メッセージ書いたので、できます。おしゃれなマスクどうですか。じゃあ入れてきます。これ横に入れようと思ったんだけど入らなそうだから、ちょっと縦でこんな感じで。2個目、かわいいボディーシート、えい。で3個目、私が好きな味、ほい。よし、完璧。これボールペン、ガツマルとケロッピーが好きって言ってたので、集まらなかったのケロッピーで、可愛いので使ってください。でこれも余裕で入るから。これで、まあ絶対使えるものだから選びました。可愛い。意外とこういうのを育ててくれそうな先輩なので選んでみました。でガチャガチャも好きなので、私たちにちなんで、はい、育ててみれたらインクレで、最後はこれ、まあね、本物じゃなくて普通に安いやつで申し訳ないんだけど、使えるので使ってください。で充電器、 iPhone のやつで使えるみたいなので、ちょっとそれ用意しなかったんですけど、すみません。使ってください。ずっと欲しいってね、買い物してる時に言ってたので、間に合ってよかったです。なんかすごいいい感じ。私が持ってるこのジップ、ちょっとお裾分けしよう、可愛いから、使える、なんかのために、なんかの時に、なんだっけ、奇数はダメなんだっけ、偶数の方がいいのか、わかるもの、これ使ってね、ということで。本当はね、美意識高い方なので、ちょっといい化粧水とか化粧品系を一撃で一品あげるのも考えたんですけど、イヤホンをすごく欲しがってたので、
まあ、私のチョイスセレクトって感じで選びました。おめでとうございます。あと私が持ってるやつで小分けするジップがあったので、これもちょっとお裾分けで。気持ちが大切だって言ってきた先輩なんで、別にこういうことは、こういうところはこだわらないはずで、じゃあ後日渡したいと思います。無事に梱包できました。渡さない予定だったんですけど、たまたま出かける用事ができたので、だけ100円だからすぐ壊れるかもしれないので、そうしたら自分で買う。こっちは多分高いかな。はい、待ち合わせ場所に到着しました。そろそろ来るんじゃないかな。お、来ました来ました。今日のファッションは爽やかなブルーのシャツに、いつも通り真面目なスタイルですね。来た来た来た。お疲れー。おめでとうございます。ちょっと早いけど、結構でかいや。ちょっと私がいろいろ考えたセレクトなので楽しく開けてください。めっちゃ振り方入ってるし。見える？ごめんね、わざわざ。いや全然、いえいえ、いつも仲良くしてくれるので。俺はマジで動画と写真はちょっと損してると思う。嘘。なんかあの多分なんか加工してるんやろうけど、なんか加工した結果なんかちょっとのぺっとした雰囲気に見えるな、俺は。あ、俺はそうなの？俺はな、最近の美的検査よくわからんけど、ちょっと加工しすぎかなって思ったの。なんか多分肌のトーンとか明るくしとんかな。そうそうそう、肌のトーン明るくして。なんかトーンが明るくして、なんかその、輪郭がぼやけるから、なんかのぺっとした雰囲気で俺は見える。俺はな、わからん。優しい。だから、まだ俺の意見が少数派の可能性もあるから。うん。俺は損したんじゃないかなってちょっと不満に思う。ありがとうございます。貴重な意見。はい。開けてね。オッケー、開ける。じゃあまた、間に合ってよかった。うん。またねー。